はい、それではですね、本日は2021年3月の17日ですね、10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり、実学です。ワクチン接種も始まりましたけども、新型コロナはまだまだちょっと高止まりしてます。で、ワクチン接種も、欧米がね、今、日本の10倍以上流行ってるんで、そちらが優先、そちらが製造国なんで、そちらが優先という形になっているんで、日本のワクチンね、輸入も、結構、数が限られてるんで、接種時期も少しずつ後ろ倒しになってますね。じゃあそれまでどうしたらいいのかというと、やっぱりね、防御をね、防ぐということです。でね、今回冬場非常に新型コロナの感染が増えて、で重症化というか病棟もね切迫してましたけども、かなりその低温低湿の季節要因もあったんじゃないかなと思います。高止まりですけども、だいぶ減少してきてるんで、このままもう皆さんもね、少し防疫に努めてください。その防疫の一番主な肝っていうのは、やっぱり、ここでもね、この厚労省ですけども、ここでもある通り、感染再拡大防止の肝っていうのは、基本的には換気やと思うんです。ね、このアクリル板は空気の淀みがあるんで、あんまり、関係ないかもわからんけど、こういうね、会話の時に出るエアロゾルとか、ね、マスクをして、防疫、ね、そういうエアロゾルを防ぐとか、いうことは、大変、重要だと思います、ね。で、やっぱり人が集まると、エアロゾル、お酒を飲むと、声も大きくなる、エアロゾルが出てくるので、そういうことで、少しね、マスクする、それから狭い空間も換気が必要。だから、このやっぱり漂うものをね、この見えないウイルスの漂うものに対して気をつけてくださいと。このね、新型コロナのウイルスっていうのは発症も1日2日ぐらい前から少しウイルスが排出されて、ね、唾液の中に含まれてるっていうぐらい、唾液で PCR 検査できるぐらいですから、唾液の中に含まれてますんで、やっぱり、そういうね、発症してない人の皆さんのね、エアロゾルっていうのが非常に重要になってくると思いますね。で、ここの厚労省の、ここのところでもですね、防ぐときにどうしたらいいかっていうと、ここにも、新型コロナウイルスの空気伝播に関するね、マスクの予防効果っていうのがありますね。これですよね。これですけども、ここでですね、やっぱり、この免疫学の川岡先生っていうのは、これ、ね、ウイルス学ですごい権威な先生なんですけども、インフルエンザ、新型インフルエンザなんかの時も活躍された先生でね、やっぱり、この先生が、ね、言ってるのは、この空気を介した、ね、飛沫よりも小さな中漂うエアロゾルでね、やっぱりそういう遺伝子に見つかって、そのエアロゾルを防ぐためにはどうするかっていうと、やっぱりマスクをつけましょう、ね。マスクをつけるとエアロゾルが防げますよということをね、ここで書いてあって、ね。それをね、厚労省の方でも、ここで、出てますんで、エアロゾルっていうのは気をつけなあかんということになりますね。で、そのエアロゾルね、マスクを気をつけるということでね、これ、そういうエアロゾルって最初から言われてたことなんやけども、こういうね、去年のこれ、解除宣言の時にも、やっぱりね、マイクロ飛沫、飛沫接触に加えてマイクロ飛沫、ね、このエアロゾルって、これはちょっとマイクロ飛沫感染とか、言い換えて、ちょっとこの空気感染は結核菌マシンウイルスで認められており、より小さな飛沫が、例えば空調などを通じて長い距離でも感染が起こる、マイクロ飛沫感染と空気感染と異なる概念であることを注意しましょうっていうね、非常にちょっとややこしい書き方をしてるんですけど、基本的には漂うもの感染ですから、空気感染とね、同様の防御が必要やと、いうことが、この去年の解除後にも分かってたと。ということですから、今年も同じ、ね、やっぱり、
空気感染防御対策をせなあかんね。で、これがですね、この新型コロナウイルスのね、診療の手引きっていうの、これも4.2番になってますけども、これってね、去年の3月に出されて、で、今年の2月、1年、で、1番から4.2番に変わってきます。で、これ、最初はね、後でお示ししますけども、最初は書かれてなかった伝播形式としては、ね、ここ、エアロゾル感染って書かれてなかったんですよ。これ3番ぐらいからね、7月ぐらいから書かれ出したんですけども、やっぱりその空間、ね、空間は限られてるけども、密閉された空間ではエアロゾル感染の報告がある。だから換気をしてください。ね、で、冬は換気をしてもね、やっぱり低温低湿なんで、すぐに、ね、空気が乾いちゃうんでね、エアロゾルも漂いやすい。だから冬は換気と加湿が、ね、非常に重要であって、ここにもね、もう換気にね、エアロゾル感染っていうのが書かれてます。ね、で、書かれててね、そのエアロゾル感染をね、防がなあかんんだけど、最初、なぜここの、ね、手引きに書かれてないかっていうと、その基本方針というところでですね、中国の知事、これ去年の、ね、2月ぐらいです、1月2月の報告では、密閉空間で高濃度な環境でエアロゾルがあるといった話があったが、このような話を書くときには、密閉空間で高濃度の環境という前提が、これが室内という前提なんですけどね、この前提を共有しないままにエアロゾル感染と書くと、たちまち医療機関では N95 マスクがなくなり、一般の方は恐ろしくて外出できない状況になる。メッセージを出すときの社会的な環境も配慮しないとき。こういうね、ベース、考え方のベースがあったんで、ね、このベースによって、ここのね、エアロゾル感染がなかなか乗らんかったんですよね。で、皆さんもこの感染経路としては、この飛沫感染、それから、この感染ね、接触感染という感染経路で、1日を設けたり、ビニールのね、仕切りを設けたり、あるいはものをね、引き取ったりということですけど、空気の流れ、3密を避けようということで、密接密着、ね、密閉というのを避けようということなんですけど、換気のね、問題っていうのが少しそこでね、ちょっとおろそかにされたらいない。ね、密閉を避けようと換気をしようということですけど、空気のよどみ、CO2 モニターで、ね、見ましょうとか、ね、空気、あんまり換気ができないとこやったら、やっぱフィルターをつけましょうとかね。これも、確かにもう、出てるんですよ。出てるんですけども、ここですね。もう、ここですよね。ここじゃないか。この厚労省のね、もう、秋に出してる換気の推奨のところではね、もう、18度40%以上に、もう冬は空気を保って可組織の空気清浄機を置きましょうと、ね。で、CO2 モニターを置きましょうと、こういうような形で、ね、書かれてるんやけども、やっぱりそれがね、若干皆さんおろそかになったんじゃないかなと思います。ね、で、この忽那先生ね、有名な忽那先生はもうね、これは今年の2月ですけどね、やっぱり、無症状者に広げやすい。だから、そういう無症状者ではマスクしましょうと、こういうようなね、論考とかコラムを書いてらして、そのマスクの中でね、このマスクの中でやっぱり出てくるのは、この5マイクロメーター以下、ね、この空気感染の定義の5マイクロ以下というような、エアロゾルが非常に飛びやすい、ね、それを防止するためにマスクをしましょうと、ね。いうことですね。これ、忽那先生、ここ、飛沫量って書いてるんですけども、これを見てみると、このね、エグザストレスピラトリパーティクでね、シンギング&トーキングということで書いてるところを見るとですね、ここではですね、そのドロップレットと、そのエアロゾルパーティクル、ね、やっぱり、そういう見えないエアロゾルパーティクルってちゃんと書かれてるんですけど、それをね、忽那先生、なぜかね、こう飛沫と言い換えてるんですよね。で、
そういう形でね、いろいろ先生方が書いてるけど、なかなかね、やっぱりこれがあったんじゃないかなと思うんやけども、エアロゾルと、ね、言っちゃうとパニックを起こすっていうのがあったんだけど、なかなかね、日本でその飛沫感染がイコール見えない漂うね、空気感染やって、ドクターっていうか医療関係者は分かってるんやけども、それを一般の方が、分かりやすいエアロゾルとかね、空気、見えないものを漂うっていうことまでに飛沫から、問わなかったと、いうことでね、換気と、冬場は換気と加湿、それから、空気清浄機、とそういう形よりも、手洗いね、それからはマスク、マスクはもちろん、感染でもいるんですけど、手洗いマスクの方に行っちゃったんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりそういう形ではね、この手引きのね、第1波ですよね、3月に出された手引きのところではですね、これが一番最初に出された手引きのところで、感染経路に関しては、飛沫感染が主体と考えられるということで、エアロゾルね、書かれてないんですよね。だからこれが、もう今年の手引きには、ちゃんとエアロゾルっていうのが載ってるということで、かなりね、皆さん、もうその空気感染に対する予防策っていうのをね、取っていただくことは、徐々に徐々に分かってきたんやけど、まだ足りへん方がいらっしゃるかも。飛沫っていうのは椿みたいなものと思っちゃうかもわからない。漂うものですからね。そこをね、見ていただかないと、なかなか、感染ね、ワクチン打つまでの感染予防ができないかもわからへん。だから、そこら辺をね、よく見ていただいてね、これなんかもね、これ、CDC、アメリカのね、そういう、感染症対策のところでも、この COVID-19 can sometimes be spread by airborne transmission。これエアボーンな空気感染のことなんですよね。というふうにね、書いてますし、こちらの方でもね、普通の、ドロップレット、じゃあこれぐらいね、2メートルぐらいの距離を空けたんやけど、やっぱり、それがね、エアロゾルになると広がるよって、ね。で、エアロゾルっていうのは空間の中で広がりやすいんですよ、いうこと。ね、これもどん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 分かってきたということですね。likelihood of infection from close range air。だから密閉空間でのエアロゾルっていうのはやっぱり怖いよと、うつっちゃうことがあるんだから、換気、冬場はそれに加湿がプラスされたとこういうことになりますよね。こっちのね、これは WHO ですけどね、WHO でもやっぱりね、エンバイラメントでね、ここですね、the risk of getting COVID-19 のリスクっていうのは、respiratory droplet or aerosol ですね。もうエフィカシー。だから閉鎖空間でのね、そのエアロゾルっていうのが非常にね、問題になってきてますよ、いうことになります。で、ここはこれ、坂本先生、セール科の感染症対策の看護師、ケアマネージャーさんなんですけどね、そこでもようやくね、ここで空気感染について、ね、CDC が今回の改訂文に応じて公式に、新型コロナウイルスが空気感染することを認めましたと。ね、これが、10月の7日ですからね、この時に、やっぱりもう10月の7日、秋にはね、ここで加湿をね、一言入れておいていただいたらね、もっとね、漂うものを防げたかもわかりませんけど、換気、空気感染、ということをね、やっぱり、対策委員会でも分かってる先生方は、それぐらいから分かってね、この換気対策、空気感染対策をやり始めたと。
で、ここで書かれているのは、接触感染に関してはね、目や口に触れて感染することが起こり得ますか、頻度としては低い、という形になっている。あまり過度の手洗いとか、ね、過度のその正式よりも、空気の流れを重視する、ね、室内における空気の流れを重視する、空気感染対策というのが、この新型コロナに関しては症状もね、出てないうちから、コロナがウイルスが漂い出すんで、ぜひぜひ、それはね、気をつけて、いただいてということになります。じゃあ空気感染するやつ、それは今まで、水防水筒やね、マシンやね、はしかや、結核しかないやないかと。ね、じゃあ、それやったらもう陰圧室作って N90 もマスクつけなあかんのか。あるいは空気感染っていうのはもうね、定義で固まっていて、5マイクロ以下のね、飛沫っていうのは、それはね、飛沫核なんでね、そういう定義があるから空気感染なんか使うなっていう先生も言ってますけど、それも解釈は間違ってるんですよね。結核のね、この濃厚結核の対策にしても、できるところはね、陰圧室のね、N90 マスク、それぞれね、家族ができる一番の感染対策っていうのは、換気なんですよね。だから、換気をね、ここでね、この飛沫核でも、結核も空気感染、でもね、大体結核って年間1万5000人、まあ、だから1ヶ月に100人ぐらいから、まあ今のね、数とはちょっと違いますけど、空気感染をする結核でも、皆さんね、普通に生活してました。ね、だから、我々が今ちょっと足りへんのは、やっぱり、室内での密閉空間の室内での換気と加湿やと思いますんでね、そこをね、重要視していただいたらいいかなと思います。これね、Airborne Transmission has been conclusive in case of COVID-19、ね。だから、なんで COVID-19 がその空気感染ってきちっと言えないのかと言うとですね、この液滴っていうのはすぐ蒸発するから、その今まで定められた5マイクロって大きさじゃないんちゃうか。ね。非常にね、その、液滴の大きさっていうのは非連続なもんなんですよ、ということでね。こういう非連続なものを、非連続じゃなくて、連続のものをね、大きさで限るっていうのはね、非常にまあ、ナンセンスやと。ね。だから、この5マイクロっていう大きさでね、これが、ドロップレット、飛沫感染なんか、エアボーントランスミッションかって限るのは、このオールドをね、エクスプラネーション。だからまあちょっと古いよと。でそれよりも、液滴ってのは連続して、非連続じゃなしに連続したもんやから。ね、アフロートインディエアウィンド、ね、漂うもの。それから、グラビティによって落ちてしまうもの。ね。だから重力が関係して落ちてしまうものは、ドロップレット。ね。でも漂うものは、これもエアロゾルね。あるいはもう空気感染に近い防御策を取らないと漂いますよと。うん。いうようなね、今、認識に変わってきてますから、皆さんもその空気感染、飛沫感染にとらわれることなくですね、この、COVID-19 ね、ワクチンが接種ね、できるまで、まだちょっと日本は遅れ気味なんで、接種できるまで防疫に努めやなあかんねんから、それはやっぱり、ね、よく言われて3密を避ける。その3密を避けるの中でも、漂うものをね、避けるために、密接、あまり近づかないでおきましょう。ね、密着、ね、その密度をたくさんの人が、ね、集まらないでおきましょう。それから密閉ね、漂うものをね、閉じ込めないでおきましょう。換気しましょうと、ね。外に換気すると空気っていうのも紫外線もありますからすぐにね、殺菌されるんで、室内での漂うものに注意しましょう。ね、これがもう今ね、私たちができる一番最大の防疫、ね、COVID-19 に対する防御感染対策なんですから、そこをね、もうほんまにね、ワクチン接種ができるまではみんな頑張っていただいて、換気、換気、換気、ね、
してください。じゃあ必ずね、ワクチンができたら、またゲームチェンジャーという形で、日常の生活に、ゆっくりと戻ってくると思いますんで、それまでは、換気、ね、飛沫感染っていうイメージを持つんであらず、漂うものの感染を防ぐにはどうするかというイメージを持って、COVID-19、ね、新型コロナウイルスに対処してください。じゃあ、今日は終わります。